2年ぶりにバイトしてみた。こんにちは、100円娯楽でーす。2年前まではバイトをしながら100円娯楽を投稿していましたが、今はこれ一本で生きており、皆さんには感謝しかございませんが、だんだん社会から外れていく感覚が僕を襲ってくる。これはまずいということで、至急とある場所に連絡して JR 名古屋高島屋に到着。現在名古屋高島屋の10階では豊橋の有名和洋菓子店のボントレアが出店しており、特別な許可でここでお渡し担当のバイトを1時間させていただくことになったので、本日はしっかり働いて社会の厳しさを思い出したいと思います。ちなみにバイト代はしっかりもらうためにハッシュタグ PR をつけております。バイト開始します。いらっしゃいませ、豊橋のメーカーでございます。はい、いらっしゃいませ、こちら季節のものでございます。ぜひよろしくお願いします。大好きでございます。すいません、お買い上げありがとうございます。すいません、お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。すいません、たくさん買っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました、たくさん買っていただきありがとうございます。たくさん買っていただいてありがとうございます。すごい、こんなに。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。どこから来たの？このために？ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。神戸から来てくださいました。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。ただいま11時50分ということで、終了まで10分ということなんですが、めちゃめちゃ並んでおりますので、多分ここで列が終了になります。ボントレアです。お待たせしました。お待たせしました。すみません、お待たせしました。お待たせしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございました。バイト終了。結構売れまして、トラゾードラ焼きはもう出てる分だけになってしまったらしいです。お先に失礼します。お先に失礼します。ということで1時間のバイトが終了。めちゃくちゃシャフなことを言いますが、バイトの1時間ってこんなきつかったっけ？だがしかし、僕にはバイト代が現物支給で出ておりますので、開けてみましょう。これのために頑張ったんですから、働く喜びを存分に味わいたいと思います。せーの。なんこれ？リングベル。なんか本が入ってる。はぁ？松坂牛とか神戸牛とか、なんかそういうブランド牛だったりとか、あと伊勢海老とかもさっき載ってたな。これ伊勢海老とかカニとかね。ここに載ってるものが何か一つもらえますよと、ここに住所書いて、これ送れば、その商品が送られてきますよっていうやつですね。時計もあるし、いや、ちょっといいカバンもあるし、いや、ちょっとこういうね、いいタオルもあるし、家具もあるし、おもちゃもあるし、あー、食器もおしゃれなやつがあるし、あー、ちょっと待って、バイト最高ー。